秋の壁面、十五夜お月見うさぎです。紺色の背景の上に画用紙で作った大きな満月を貼りました。花入れを貼って、その中にすすきと折り紙の桔梗を入れます。コスモスの花は向こうから手前に貼っていきましょう。お月様の前にうさぎのシルエットを、紺色の背景の上には白いうさぎを貼って出来上がりです。花入れは封筒の裏を使いました。すすきや桔梗を入れるので画鋲などでしっかりと留めてください。すすきは薄口の色上質紙を使って作りました。桔梗の花は百合の花の折り紙と同じ折り方です。コスモスの花はたくさん作っておき、裏に両面テープを貼っておきます。うさぎは白と黒の2種類作ります。型紙と重ねて切ったら、裏に両面テープをつけておきましょう。早めにパーツを作っておき、秋になったら壁面に飾りましょう。